X は Google の機密施設によって次世代技術の開発を担うプロジェクトである。現在はアルファベットの子会社。X の拠点は2カ所あり、1つはカリフォルニア州マウンテンビューに位置する Google 本社の内部、もう1つはサンフランシスコ米エリアのどこかであり、正確な場所は公表されていない。研究所の最高責任者は Google の共同創設者の1人、 セルゲイ・ブリンが担当している。セルゲイ・ブリンは、拡張現実メガネとの対話、自動運転車音声認識など、およそ100種にも及ぶ、未来的なアイデアに取り組んだ。ド付きレンズ用の黒いフレーム付きの Google グラス。マウンテンビューの路上を走る a m モの自動運転車。プロジェクトルンの研究用バルーン。GoogleX が取り組むプロジェクトは8つに分かれている。 公表されているものは、ロボットカー、AR ヘッドマウントディスプレイ、無人配達飛行機のプロジェクトウィング、従来の風車よりも効率的な発電を可能とする、マカにパワーの空中風力発電、血糖値を管理する、コンタクトレンズ、気球を清掃圏まで飛ばして、ネットワーク接続を提供する、プロジェクトルーム、人工神経を応用した、音声認識や人工知能の開発がある。 また開発が却下されたアイデアもあり、一つは宇宙エレベーターがある。これは2010年代時点で実現不可能だとみなされたためである。当初はホバーボードの開発も検討されたが、社会的な需要に対してコストがかかりすぎるため却下となった。また一般ユーザー利用において安全性を確保することが困難である上、一体一枚で人一人分を持ち上げるために非効率で膨大な エネルギーを消費するという問題がある。さらに、物理学の法則からも外れているということが判明している。2013年10月には、以下の4つの開発プロジェクトが豪華客船、Google バージに登録されたことが明かされた。プロジェクトグラスが開発している、Google グ,グラスは、Google の拡張現実ヘッドマウントディスプレイである。ハンズフリーで、自然言語での操作を可能とし、 インターネットサービスやアプリケーションが利用できる。Google セルフドライビングカーは人の運転操作を必要とせずに走行できるロボットカーである。プロジェクトルームは多数のバルーンを空に飛ばして安価なネットワーク網を生成しインフラが整っていない地域にもインターネット接続を可能にする開発プロジェクトである。Google コンタクトレンズは糖尿病患者が常に 血糖値をモニタリングできる、コンタクトレンズの開発を目標に作られたプロジェクトで、ある。ありがとうございます。